皆様こんにちは、シトライスの宮野井戸田でございます。本日はですね、皆様にとってものすごく今後便利になる、特にシトライスユーザーの方には便利になるですね、新しい機能をご紹介していきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。ではですね、新しい機能、特にシトロエンの乗ってる方がいて、What? あれ、車になんか新しいアップデートできるのかな。そういうわけではありません。残念ながらそこは申し訳ございません。期待させていただいて、期待させてしまったら申し訳ございません。ただですね、シトロエン宇都宮に入庫される方、これからご来店されたい方、なんとですね、今まで毎回電話しなきゃいけないのか、電話料がな、出ないしな、休みだったらどうしようかな、メールも打つのだるいしな、そう思われた方結構いたんじゃないでしょうか。なんとこの度シトロエン宇都宮テッテレー LINE 登録できるようになりました。こちらのシトロエン宇都宮はですね、 LINE 公式アカウント、こちら作成させていただいたので、ですね、今こちらの QR コードから読み込んでいただくか、こちらの ID ですね、読み込んでいただいて、今後の予約であったり、まあ、お問い合わせ、ご相談、すべてこちらの LINE で送っていただいても、随時対応させていただきますので、ぜひ皆さんもじゃあ友達登録とチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。では次の動画まで、バイバイ。